はい、教えて台湾の翔と申します。徐々に寒くなってきましたね。本当に体調気をつけてくださいね皆さん。はい、ということで今日はね、あの中国語についてお話ししたいです。中国語と言いましても、まあ、いろんな種類があるんですね。北京語とか香港で使われている広東語とかで、今日はねその中国語の中でも繁体字と簡体字、それから重音と呼ばれるものと、あとピン音、こちらについてちょっと軽くねお話しさせてください。でまずあの画面に出てるんですが、こちら、繁体字ですね。繁体字は、どこで使われているのか、こちら、ね、台湾、あとは香港とかで、主に使われている、字体ですね。もう一つ、簡体字、簡体字は、主にね、中国本土で、扱われている字体になります。で繁体字は、まあ、先ほど台湾で、多く使われているとあのお話ししたんですが、台湾では重音という日本語でいう五十音ですねというのがあります。で反対に中国本土ではピン音と呼ばれる、まあ、同じく五十音ですね、あいうえおとかが使われているんですね。で今日はねあの皆さんに重音を、ちょっとお教えしたい。なかなか見る機会ないんじゃないかな。まあ、今画面に出てるんですけども、もう本当にパッと見暗号にしか見えないですよね。実際に台湾ではこういう、まあ日本語でいうキーボードであいうえお書きくけこうみたいなもんなんですが、これを使ってまあ繁体字をこう、まあ、予測変換とかで打っていくんですけども、ちょっと実際に打ってみましょうか。でね、私ね、以前ワーキングホリデーで台湾に行った経験ございまして、1年間独学で、中国語を勉強しました。で中国語もピン音と重音どっちもできるんですけども、今日はねこの重音で実際にちょっとまず本当に打てんのかどうかちょっと、皆さんに、お見せしたい。何打とうか、私は中国語が話せます。打ってみましょう。我会讲中文。まあちょっと簡単に説明すると、私は中国語が話せますという訳で、今ね、見ていただけたかと思うんですが、こちら私重音を使って、この繁体字ですね、中国語を、はい、まあ入力したと。あのね、こちらの、まあ重音、日本語で中音ですかね、こちらね日本ではほとんど見ないんですよ実は。というのも本屋とかね、あの勉強される方、行って、中国語の教材とか見られるかなと思うんですが、全部ねほとんどがピン音で説明されてるんですよね。ピン音は中国本土でしかまあ主に使われないですけど、台湾が好きで台湾に行かれる方とかは絶対に中音で覚えた方がいいんですよね。だって台湾ではピン音なんて使われないんですから。であと友達とか話す時とか、あとは発音がまず圧倒的に私は綺麗になると思います、中音の方が、とかの理由で、できれば重音で、覚えて台湾に行った方がいいかなと思うんですね。で、あの今、お話しさせていただいた発音が綺麗になるというのも、どうしてもね、中国語を勉強されてる方、ピンより重音って覚えた方が頭にスッと入ってくるんですね。というのもピンってアルファベットでこう発音表記されてるんですけども、重音はまあ本当にこれパッと見暗号ですよね。もうこの形で発音を覚えていくんですけど、例えば、まあ棒棒の棒だったらこれですよね、まあ、これが棒っていう発音になるんですけども、このなんだろう、一つ一つの記号みたいな感じになってるんですけども、その形で覚えちゃった方が私は覚えやすかったです。
こう独学で勉強すると難しいかなって思われがちなんですが、別にそんなことないっすね。ピーン覚えられれば獣医も覚えられるんで必ず、うん、でそこでもう一個紹介したいのが、まあ、獣医についてアプリでこういうのあるんですけど、マオションジャオシーっていうね、アプリ名になってるんですけれども、こちら暴法網を、まあ、説明している、どんなものかっていうの発音の練習ですねのアプリになるんですが、実際にね、こういう画面が出てきて、でタッチすると発音してくれるんですね。こう暴法網、こうやって発音してくれるアプリがあるんで、こういうのを利用してみると、勉強しやすいかもしれないですね。で、この画面、上側に、小テストみたいなのあるんですね。はい。こうやってね、小テストが出てきて、今なんて発音したか答えてくださいって今問いがあったんですけども、これですね。はい、まあこういうね、アプリケーションとかを使って、勉強していくと覚えやすいで、ぜひね、もう積極的に、もし今台湾に行きたい方でピーンで学習されている方は獣医で覚えた方が、私はスムーズにこう頭に入っていくし、まあ友達とかとこうなやり取りするときとかも、便利かなと、思いますので、まあ、ぜひぜひ調べてちょっとアプリケーションとかもね探してみて、いかがでしょうか。はい、すいません、ちょっと簡単なね、中国語の、まず繁体字簡体字についてと、まあ、獣医、ピンインについてちょっとお話しさせていただいたんですが、もっともっとね、ポーポーモーとかそういった中国語にまつわる、まあ、情報だったり知識だったり、共有できることあればね、どんどん発信していきたいので、ぜひこれからもチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではすいません、短い動画でしたが、どうもありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。